パトリック・レーシングはアメリカ合衆国のレーシングチーム、チャンプカーシリーズ及びインディカーシリーズに参戦していた。パトリック・レーシングはパッド・パトリックによって1978年のカート創生から活動を始めた。インディ500で3勝、カートシリーズチャンピオンを2度獲得し、最も成功したチームの一つとなる。1989年、チップガナッシュが 共同代表者として加わったことにより、パトリックは89年シーズン終了後に、事業から引退することを決意。チーム資産のほとんどをガナッシに、また、チームペンスキーから、新エシャーシ p c 1 8を供給してもらった、見返りの意を込めて、ドライバーのエマーソンフィッティパルディと、彼のスポンサーマールボロを、チームペンスキーに売却することを決めていた。しかし、 同年のインディ500の勝利、フィッティパルディのチャンピオン獲得で、パトリックは引退の考えを翻し現役続行の意を示す。だが、すでにチームは売却に入っていたため、パトリックは現役続行に向けた別の選択肢を模索することになる。ガナッシュが引き継いだ旧パトリックレーシングは、チップガナッシュレーシングとして、現在も活躍している。 1989年になり物入りで参戦したアルファロメオのカートプロジェクトアレックス・モラレス・モータースポーツはその前評判に反して泣かず飛ばずの成績が続いていた。1990年に向けてチーム体制の大幅な刷新、強化を計画していたアルファロメオは元チャンピオンチームのオーナーであるパトリックをチームに合流させることでその目的を達しようと考えた。 チーム資産がほぼないが、現役続行を考えるパトリックにとっても、この話は渡りに船だった。思惑が合致した両者は、定型を結び、チーム名をパトリック・レーシングに解消して、1990年シーズンに挑むことになる。しかし、当時は、イルモア製のシボレインディ V8 エンジンが最強の時代であり、アルファロメオ V8 エンジンは惨敗で、 シングルフィニッシュが16センチュー4度と惨憺たる結果だった。そこでチームは禁じ手に手を出してしまう。パトリックが所有していてメーカーに返却を迫られていた PC-18 用のイルモアシボレー V8265A エンジンをイタリアのアルファロメオに極秘裏に輸送、分解をしてエンジン構造や技術を投用してしまう。ほどなくこの件は 絞れ側に発覚し、これが原因となりチームは崩壊への道を進むことになる。1991年、年初より、アルファロメオエンジンに関する財務、ホーム問題が勃発。シーズン後、ドライバーズランキング11位と中断に甘んじた、ダニー・サリーバンが離脱し、ギャレス・レーシングに移籍してしまう。パトリックは、同チームから、成績不振で放出された。 ボビーレイホールを獲得する。慢性的なパワー不足に悩むチームは、人気ドライバーのレイホールの名にすがり、イルモアシボレーエンジンの獲得に動くが、戦術の問題が原因となり、シボレーエンジンの供給を拒否される。アルファロメオエンジンでは競争力が期待できないことや、エンジンの予算、シボレーとのホーム問題が、さらに悪化していくことから、パトリックは1992年の参戦を諦め、 チームをボビー・レイ・ホールとカール・ホーガンに売却した。皮肉なことに、改訴し、シボレーエンジンを獲得した、元パトリック・レーシングこと、レイ・ホール・ホーガン・レーシングは、初戦から優勝を含むポディウムフィニッシュを連発、マイケル・アンドレッティとの熾烈な争いに勝ち、1992年のドライバーズチャンピオンに輝いている。現在もチームは、レイ・ホール・レターマン・ラニガン・レーシングとして、 活躍を続けている。1994年、ファイアストーンのタイヤテストチームを結成。翌年のファイアストーンのインディ復帰を先導する。その後1995年にパトリック・レーシングとして復帰。2004年にはカートから R に移籍をするが、2005年のスポンサーがつかず、チームは業務停止。そのまま解散され、資産は売却された。 インディカーエンジンウォースハブ、ディープルーツ。ありがとうございます。